ライラスイズゴッド。ライラスイズゴッド。うひっ、あははは。はい、どうも、ハビネスアークのハビネスです。ウォーフレームのね、実況プレイ、初見実況プレイの方ですね、今回やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、まあ前にね、たけひろさんと一緒に、たけひろさんっていうあのリスナーの方なんですけれども、生放送にいつも参加してくださってる方がいて、その人と一緒にね、クバ要塞に向かって、おーい、突撃しようぜっていう流れをね、やったんですけれども、今回もね、もう一人ゲストの方をお呼びして、で、クバ要塞の攻略の方を進めていこうというね、いつの間にかクバ要塞がそんな流れになっているんですけれども、今回お呼びさせていただきましたのは、レンフリードさんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。いやー、本当にね、レンフリードさんにもたくさんね、ハピネスのこの実況動画の方に参加していただいて、いつもお世話になっております。いや、こちらこそ。言ってね、言って、もうぶっちゃけな話、この一個前はね、生放送ガンガンやってたっていうね、俺らねやってましたね。うん、そこからの、放送は、そう、時間あるならじゃあやりましょうかっていうね。まあ、レンさん、クバ要塞ですよ、はい、クバですよ。クバ要塞ですね。クバ要塞ですね。今回2ステージね、お付き合いいただきますんで、招待先にそばさせていただきます、ね。はいはいはい。いやー、あのね、クバはね、なかなかね、BGM も生えてるしね、俺は結構好きなステージなんだよね、クバ自体。クバはもう、何周行ったことやな。そうだよね、俺もそろそろその恩恵が近づいてるってことだよ。近いですね。近いね。まあそんなわけで、今回レンさんと一緒に、攻略していくステージは機動防衛と確保ですね。はいはい、1個アークウィングって書いてあるけど、これはアークウィングも入るってことなのかな、天皇制みたいにね。アークウィング、そうですね、天皇制みたいにアークウィングもある時もあるよっていう内容か、うん、なるほどね。まあそれは見てから楽しみになるんじゃないですかね。 OKOK、任せベイベー。よし、じゃあ行こうか。とりあえずね、今回ね、何にしようかな、装備何していこう。ちょっとね、最近俺クロマを作ったからさ、クロマで行っていいかな、はい、こいつかっこいいね、クロマね。に問題は大丈夫、ヘルス800にしてるから大丈夫。ああ、それは強い。ナイスでしょ。ナイスですね。いや、ちょっとこの状態でいこうかな。じゃあここはちょっと違う武器で行ってみようかな。シナプス召喚しちゃう。シナプスオッケー。いや、シナプスね、別に俺語り手刺してないんだ。え、いや、わかりました、刺しますよ。じゃあ今リアルタイムで刺しますよ、待ってくださいよ、本当に。オッケー。だね、ポイントストライクと、アンタイミュニテーションつければもう最強ですから。持ってんのかな、俺それ。 あとライムラウンドとマリガントフォース。え、結構つけなきゃじゃん、それ。これ、ね、フォーマいるの、それ。フォーマーは別に、俺フォーマー1個も刺してないよ。ちょっと語りすぎ。大丈夫ですね。あ、でもね、レンさん、利便性全開の武器をね、愛情を注いで使ってる人は俺好きよ。なんだっけ、ポイントスラッシュ、ポイントストライクってクリーズ上げるやつ。あー、はい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 。ポイントストライク、いつもに150%になってる。ポイントストライクと、あとなんだっけ、ポイントストライクと、ハンターミュニケーション。ハンターコミュニケーション？ハンターコミュニケーションですね。ハンターミュニションズ。あ、これミニションズ。持ってる。これ、でも、全然レベル上げてないわ。これ、全開の方がいいの、レベル。あ、それ強いんですよ。あ、そう。全開で。切断ダメージ加えるんだ。これ、そう。はあ、これ、属性武器じゃないですか。うんうん。あ、そうか。この属性武器に切断が入るんですよ。なるほど。で、さらに？これ、それ。さらに、貫通をつける感じで、もっと属性もっと組めばいいんだ。はいはい。はあ、すいませんね、なんかご教授いただいて。いやいや。なるほど、貫通ね。あとは適当にスレーションとかヘビカリとか。なるほど。適当につければ。ははははちょっと14、マルチショットでもいいね、これ、つけんの。そうですね。あ、でもマルチショット容量が足りねえや。ちくしょう。クリティカルダメージ増やしとこうかな。クリ率高っ、めっちゃやばいね、高いんですよこれ。97、たっけー、強い。ポイントストライクだけも足りるんですよ。へえ。でも状態異常確率はそんな高くないんだね。そうですね、状態異常やっぱ
ああ、この状態中つけるならヘマとか、うん、バージョンとかですね。ヘマ持ってねっす。オッケー、ちょっと、レンさん、せっかくレンさんと一緒にコラボセッションしてるわけだから、これちょっとシナプス俺使っていくわ、今回。シナプス強いですよ。うん、今、レンさんご教示もらった、その内容で行ってみるわ。おし、はいはいはい、行くぜ。軌道防衛行こうか。最初に軌道防衛。うん。軌道防衛先、あ、確保先の方がいいか。早く終わっちゃいそうだから。あ、そうですね。うん。確保、軌道防衛の流れで行きましょう。いやー、いいね。俺ね、ほんとクマのステージ自体ね、こうやって今のところね、一緒にセッションする以外で来てないんだよ、このステージ。クマ自体を。そう、だからね、なかなか新鮮なんだよね。まだだから、なんだっけ、ミッション2番目の夢だ。あ、違う、うちなる紛争で行ったんだっけ、クマって。ああ、そうですね、来ましたね。あれを除いたら、その竹広さんと行ってる、その2回しかないんだよ。だからこれ3回目なんだよ、クマのステージ行くの。じゃあ、あれですね。しばらくしたら地獄を見ることになりますね。そうだね。奥の奥へ奥へ進めば進むと、そう、マジかよーっつって苦しいよ。行きたくないよ。いや、沼にはまるやつですよ。もうまさにね、その例の沼に。オーケー、沼ですよ。行くぜ。シナプス、シナプス、なんかピシューっていう感じの、なんかレーザーっぽい射出なんだよね、これね。そうですね。そうだね、敵を焼き切るみたいな。焼き切る、ああ、なるほど。これって別に感染体仕様の武器ではないのかな。感染体仕様ではあるんですね、一応。あ、一応あるんだ。なるほど、ね、ははは。は敵敵結構飛距離もあるな、この武器一人。そうですね、短い方ではあるんですけどね。ああ、なるほどね。二次会に来ないよ、うちのっていうね。そうそうそう。ああ、なるほど。カラオケでも行こうぜっつって攻撃すんだ、シナプスで。そうですね。なるほど。あれ？カラオケ行こうぜって。あ、これ溶かすんです。なるほど。カラオケの渦に飲まれるよっつって。適当すぎるな、俺ら会話が。ちょっと落ち着こうか。そのラグナの闇に食われろみたいな。ああ、なるほどね。オッケーオッケー。カラオケに食われろ。どんなセリフだよ、カラオケに食われろって。あ、結構ダメージ通るね、これすごいね。そうで、切断ダメージも入るんだもんね、敵に。入ります、入ります。いやー、すごいね。強いですよ。じゃあコーパスにも通用するんじゃない。ああ、通しますね。そうだよね、じゃヘルスを直接感染も入るね、削ってってくれるってことだもんね、感染からの、あ、これは強いわ、すごいわ。強いいいね。え、で、レンさんはそこにリベンを刺してる感じなの。そうですね、ただそこまで強くないレベルだから。ああ、なるほどなるほど。まだ冷静の打ち合いなんですけど。うん、でもこれフォーマー刺したらいろんな使い方ありそうだね。そうですね。うん、がっつり迷子になってますね、俺。そうですね。どこ？これ、あ、下？下行くの、これ。下じゃないです、上ですね。え？上上上。あ、あったあったあった、こっちか。ごめんごめんごめん、マジで迷った道。こんな入り組んでんのか。あ、でもクマの BGM やっぱ好きだわ。かっけえ、よし、お待たせ。こうなんかね、はい、あのセントリーガンだっけ、あれが無敵だから結構稼げるみたいな話らしいよね。なんかカメラが無敵だからその分コンボ倍率を稼げるみたいな話をタケヒロさんから聞いたよ。あ、絶対にやられないからって。いろいろと遊びがいがあるね、クバはね。クバ要塞、そうですね。でも何気に敵強いよな、クバの。何気っていうか、本当エリート部隊だよね。おー、逃げられる逃げられる、確保対象にもう見つかってるから逃げられるわ。これどこにいんだあいつ。 あ、上だ。上？あ、上の階か。了解了解。行こう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 。あ、どこで行くの。やばい、引っかかってる。よし、これどこだ。え、これどこだ。あ、上。あー、オッケーオッケー、追いついた追いついた追いついた。完全上か。完全、うわ、しかも消えるタイプだ。消えましたね。消えるタイプだ、ちくしょう。消える、消える、クマのエリートが消える。なんか、え、なんか来る来る、なんか変な人。ああ、大丈夫大丈夫。シナプス暗い、俺らのシナプスを暗い。ほらー、どうした。おっしゃ、ダウンした。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、やったぞベイベー。回収しちゃってくださいパイセン。オッケーっす、パーペキっすね、パーペキっすね、完璧っすね。いいっすね。いや、ナイスめっちゃかっこいいね、それやばいことになってんじゃん。もうナイスじゃないみたい。ナイスですよ、めっちゃかっこいい。いや、いい意味で言ってんのよ。超かっこいいじゃないですか。オッケー、倒していこう。いいでしょう。わあ、このね、
地雷の音がやばい。やばいですね。目覚ましみたいな感じ。不安になりますね。ね。うわ朝かよってなる。続くですね。そう、うん。あ、今日もまた月曜日始まっちゃったぜ。俺らの日常が。つらい。つらい。でも今月は祝日。月曜。明日祝日。明日敬老日。俗だな。やばいやばい、めっちゃ強い。いいものありますよ、下に。下にいいもの？何？おお、やった。相馬コードね。どうしたっけな。これまだ、あ、初めての1個目だ、俺。The Witch's Liar。かっこいい。かっこいい。両女帝の音楽が流れるわけです。ね、やべえ、両女帝をオービターで聴けるぜっていうね。妖艶な感じを味わえますよっていう。そんななんか民族っぽかったっけ。オッケー、よし、帰らせてもらうぜ。いや、このね、なんか宇宙の色がいいよね。なんか青いエフェクトな感じ。そうですね、綺麗ですね。ね、かっこいいわ。いや、サクサククリアしちゃいましたな、確保ですね。いいね。でもまだね、確保は短いですね。ね、そう、確保はあっという間に終わっちゃうからね。でもそれがいいんだよね、本当はね。本当は、そう、本当はね。あのレリック解放とかもね、完全にね、確保でやるのが一番だからね。よし、次行きましょうか。機動防衛戦ですね。どうする、ビルド変える？このままで行く？私はこのままで行きますよ。オッケー、じゃあ俺もそのままの流れで黒まで行っちゃおっかな。絶賛レベル上げ中でもあるし。ロード投げー。ロードが終わらない。あれ、それ放送事故では。マジで、ちょっと待って、収録中にやめてこれ。収録中に無限ロードという。マジかよ、ちょっと待てよ。一旦収録止めるっす。ちょっと待ってください。よし、じゃあ、まあなんとかね、ロードの方をサクッと終わってくれたので、じゃあこのまま、レンさん、機動防衛の方行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうかね、サクッと。食い散らかしに行きましょうか。おいしいおいしいって言いながら、おいえ。そうですね、奴らから生命エネルギーを吸収して。そうだね、俺らもちょっと、グリニアのパワーをいただきましょうか。かっけえ、クバ。クバに住みて。住みたいんですか。ちょっとここを俺らの家にしようぜ。医療防衛終わったら。え？ここに、え？いや、私エリスの家。エリスが私の家。あの奉仕だっけ？その話題広げる？笑い広げないでください。なんで振ったんだよ。ないでください。なんで振ったんだよ今。奉仕の話題してたよ。エリスが家ってことは。なるほどね。それとこれとはまた別の話ってやつね。知らないこれ。不滅ってことね。そうです。不滅ってことじゃねえの？オッケー。な、何が？あ、エリスの話題は？そう、エリスの奉仕は不滅って話じゃないの？エリスの奉仕は死にましたね、今。あ、死んだんかい。どんな会話なんだよ、これ。落ち着こう、落ち着こう、深呼吸しよう、俺ら。ちょっと深呼吸しよう。うん。機動防衛、ちょっとコンソール。じゃあ、話題変えましょうか。そうだね。よし。話題変えましょうか。敵が来るぜ、敵が来るぜ、敵が来るぜ。守ろうぜ。で、前は、さっき話そうと言った話題が、ん？どんな？あるんですけど、うん。ツイッター見たら、はいはいはい、腱鞘炎を調べる方法などもあったんですよ。腱鞘炎、ああ、はいはいはい、はい、そう、親指を小指の付け根につけるんですよ、まず。うん、付け根、うん、で付け根、小指の付け根、うん、で握り込むんですよ、そのまま。はい、握り込んだ、うん、でそっから小指のここに曲げてください。手首、小指のここって言われても。これじゃ、首の方向に手首を曲げてください。はい、で、それで痛いか痛くないかで腱鞘炎かどうか分かるんですよ。普通に痛いけど。で、私左手でやったんですよ。うん、めちゃくちゃ痛いんですよ。あ、めちゃくちゃなんだ。俺そんな我慢できないほど痛いわけじゃないからな。あ、やっべ、痛ってなるレベルで痛かったんですよ。腱鞘炎なの、じゃあ、レンさん。腱鞘炎かもしれないですね。マジか、ゲームのやりすぎ、それともプラモの作りすぎ。いや、この前キーボード座ったからじゃないんですかね。フォートナイトのやつですね。そうですね。え、これさ、でもさ、ウォーフレームもマウスでできるようになってるけど、今。できますよ。それでやってんの、今。いや、やってないです。なんで。え、やったらこんなになりますよ。さすがにこれはな、このゲームはな、さすがにマウスキーボードでやるのはな。
コントローラーでやってきたぜにしたら結構敷居の高い話だよね。コントローラーになりすぎてキーボードが触らないんですもん。あ、わかるわかる、うん、すごくわかる。左手が痛いんですよ。ちょっとやばいね、初面も怖いね、本当にね。ねえ、あの、痛かったら今すぐ病院に行けっていう。行きなさいよ。行った方がいいんですかね。よし、次だ。あ、ここ2つでいいんだね、守んの。あー、短いなー。短いやつだね。オッケー、それでもね、あの尺はね、20分ぐらい取れてるから大丈夫っすよ。そうですよ、もう20分経つんですよ、レンさん。いつも1時間以上話してるから。そうなんだよ、いつも生放送のね流れで比べちゃうと収録は短いけど、まあ内容が詰まってますから。いや、かっけー、ね、これ2人の天皇がここをなんか駆けずり回ってる風景がめちゃくちゃかっこいい。駆けずり回る。いや、駆けずり回ってる。中二心が働くね。やばくない？何このポットみたいなの、この電気のポットみたいなの、やばくない？めっちゃかっけえんだけど。あ、発電機でしたね。ね、めっちゃかっこいい。あ、痛いですね。痛いね、めっちゃ痛かった今。めちゃくちゃ電気なかった、ね、強い衝撃受けた。やばかった今、ってなった。確定で電気流ってますねこれね。やばかったね。 OK、 おいえ、炎吐いて、おいえ。いや、これクロマかっけえよ。エフェクトすごいな。いや、やばいですよ、やばいよね。感染ダメージかな、これ。完全に感染ダメージじゃないですか。感染ダメージだよね。ライトカラーでなんか変わるっつってたけど、感染ダメージ。何色なんですか今。今緑だから多分毒系で、おお、毒系の技が入ってるらしい、クロマ。だから赤にするとデフォルトが赤で炎なんだけど、紫にすると多分電気攻撃やってくれるんだと思う、アビリティで。おお、そう、なかなかね。黒にしたら深淵の攻撃とかするんですかね。かな、黒だと何になんだよって、ほんとね。深淵じゃんって。マジ熱いだろ、深淵。ねえ、やばいね、闇だよ、闇の力だよ。白にすると人間性でしょ。そう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 、やばいよね、光を司るよ、マジで。やばい、めっちゃ敵が強い、ここ。強い、ちょっと強い敵、俺やられそう。あ、なんか分身出してるからそれのせいでやばくなってんじゃないですか。かな、どうなんだろう。いや、俺安全の意味を込めて分身出したんだけど。違うこれ。結構四方八方から撃ってくるな。いいものありますよ、ほら。大丈夫大丈夫、生き残れそう、大丈夫よ。あとでも1分。それ威力アップですよ。やばいやばい、ついでにこれでちょっとシールド貼っていこう。ヘルス回復どうぞ。いや、ちょっと待って、うん、ヘルス回復して、ありがとう、あざす。うん、めっちゃ回復してる、あざーす。毎秒54回復してる。すげえ、めっちゃ強い。いや、助かったわ今、マジで。なんでさ、ヒーラーも支援もアタッカーもできますか。完璧だね。最強ですよ。ライダス信者が。あ、でもちょっと落ち着いたね。ライダスイズゴッド。オッケー、あのテロップ入れるわ。テロップ入ってるわ今絶対、うん、もう俺の頭の中で出来上がってる。ライダスイズゴッド。うん、オッケー、間違いねえよ、綴りだけは間違いないようにします。ねえ、ちゃんとメッセージの方にも出してるんでね。ライダスイズゴッド。やばい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 。オッケーオッケーオッケー。大丈夫大丈夫大丈夫、あと3秒、よし、帰るぞ帰るぞ、帰るここから脱出するぞ、脱出しよう。お、めっちゃ潰したね。オッケー、あ、いいね、あのエレベーター。これ、うちなる紛争思い出すなぁ。あれ、あ、2人で一緒にやる必要があるらしい、これ。え、何この謎。え、え、押してる押してる、俺押してる、ドア操作してる、近く押してる。あれ、そうでしょ。あ、動いた。ガバガバだなぁ。危ねぇ、何この、あ、アークイング、これ。お、マジか、アークイングいける、すげえ、クバ超楽しい。あー、これで脱出すんだ、このまんま宇宙空間の速度で。うー、面白い。あ、ここで脱出ポイントなんだね、これ楽しいな、これ脱出、脱出だけがアークウィングって面白いね。ちょっと面白いですね。かっこいいね。一切経験値入んないのかも。うん、だよね、だって移動でしか使ってないもんね。いやー、倒してませんもんね。本当にあっという間の20分超えの収録だね、これね。ですね、あっという間に終わってしまいましたね。あっという間にね。いやー、いいね、これでクバ攻略がまた進んでね、動画の内容も生えたっていう感じですよ。クバ待機もやる少しです。そうだね、もうあと4ステージかそんぐらいだね。まあこんな感じでね、
まあ、そのうち生放送の方でもクバ耐久出てくると思うので、その時はねレンさんにもお世話になると思うので、改めてその時もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそんなわけでね、今回はレンフリードさんをお呼びしたクバ耐久の、初見実況動画の攻略編でした。レンフリードさん、お疲れ様です。ありがとうございました。ないです、イズゴッド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 。ないです、ないです、イズゴッド。ないです、イズゴッド。ないです、イズゴッド。